はい、チームティロックスのトシです。皆さんこんばんは、ありがとうございます。僕ね、ちょっとプロレスが好きなんですけれども、まあプロレスってもうこの年なんで昭和のプロレスですね。最近のはあんまりちょっと見てないんですけれどもまあそれでさ、前田明がね、まあ、この間ちょっと YouTube で見てたんですけれども、前田選手が最近のプロレスはどうしてもね、まあ、いろんなね、若い人とかのそのなんていうの、老婆じゃない団体もすぐにこうねできるじゃない。でまあね、悪いことじゃないんだろうけれども、それでもそのなんていうの、修行じゃないけどもさ、すごくプロレスをものすごくこう一から勉強して何年もねやってっていう、昔のあの新日本プロレスとかのね、全日本でもそうなんだけどものやり方ではないやり方で、いきなり素人っていうか、もうちょっとね、あの体鍛えた人がパッとこうね、ステージじゃないやね、上がれてね、あのリングに上がれてっていうのをねやって、それでまあそれはそれでね、あのお客さんが見てる人がね良ければいいっていうのはもちろんありますけれども、それでもその受け身がまずできてないから危ないぞって、怪我が多いで、船木がね、船木と対談したんだけど、で船木はもうやっぱね怪我が多いですねって言ってるわけ、最近の、プロレスはどうしても怪我がものすごく多い、それはやっぱり前田が言うには、そのもう受け身のね、まずその本当の基本の受け身ですよね、あれができないから、こうあのなんていうの、後ろから背中から落っこった時にね、首とかがやっぱり鍛えてないと、首をガツンと打っちゃうとかね、それからボディスラムなんかももうちゃんとできないから、ブレンバスターかな、もうちゃんとできないから、あの普通に背中からドカンと落ちるんじゃなくて、もう首からドスンドスンみたいな2段階で落ちちゃって危ないとかね、そういうこと言ってたわけ、で自分たちの時はやっぱりすごくあのもう初めからこう基本をものすごくね、叩き込まれて、まずそんなあのプロレス技、いわゆる派手な飛んだり跳ねたりじゃないけど、そういうのはまずできない、やらせてもらえない。あとそれからあの1試合目2試合目みたいな、などだとあのドロップキックやっちゃいけないんだって。もうやっぱりね、ドロップキックなんかやった日にはね殴られちゃうと、もうお前らそういうあれじゃないとね、なるわけで、やっとその第4試合第5試合あたりになると自分の技を出せる。で前田の場合はまあニールキックができたからね、それを2発ぐらいまでできるみたいなさ、そういうね話だから、もうずっと基本のその基本ですね、基本の動きね、プロレスの基本の動きを第1試合から第4、5試合ぐらいまではずっとそれを見せられる、何年もそれを見せられる、で叩き込む、体に叩き込むと、で道場でもそれを練習する、でそれからだんだんやっていくと、まあそういう風にやってたとね、そういう話をしたわけ。でも今はもういきなり初めからもうパワーボムやるじゃないね、きっとね、でだからね、あの船木が言うには怪我が多いと、でどうなんだろうって話をしたんだけど、でちょっとそこでもね、音楽に当てはめると、まあ確かに僕もそれちょっと思うところがあって、でまあ難しい話というか、時代っていうのがあるからね、これやっぱね、時代っていうのがあるから、それが今の時代なんだよって言われちゃったら、やっぱそれもね、完全に否定はできないなって思うんですよね。やっぱり昭和の時代ではないからっていう話あるよね、で難しいんだけど、僕もちょっと人に楽器を教えている時にね、やっぱりちょっと思うのが、まあ、初めから一からちゃんと教えてくださいっていう方もいれば、まあ多いのはさ、この曲弾きたいんですけど教えてくださいっていう人だよね、やっぱりそれはもうプロのすごくやっぱり素人だからさ、まあちょっと分かんないのかなと思うけれども、いきなりものすごく難しいのを持ってきて、このギターを教えてください、このリフを教えてください、このギターソロを教えてくださいってなるわけでさ、でじゃあギター触ったことあるんですか、 いえ一度もありませんっていう人がそういうことを言うわけで、だからね、それが非常にこう、あ、そっか、どうしようかなってやっぱね、すごく悩むんですよね。どうしようかな、ストロークもだから、オートナイトピッキングもできないのにさ、空振り入れなきゃいけないピッキング的なものだよ、例えばだよ、例えばの話だけど、じゃあチャーのさね、リフとかってさ、空振り入れなきゃいけないじゃない、空ピック入れなきゃいけないじゃない、ああいうのが素人の方ってできないじゃないですか、どうしても空ピックっていう概念がないからね。だからそういうのをね、もうすっ飛ばしてもうこの曲弾きたいんですになるわけだよ、その曲しか興味ないんですみたいなパターンもまあまああるしさ、あとはまあ例えばもう文化祭でこの曲やるんで3ヶ月後に弾けるようにしてくださいみたいな形ね。いやこれね結構難しくてさ、触ったことがない人にこれをやれってかっていう話になるんだよね。やっぱりいきなりオリンピック出てね、難しい技やりなさいみたいな話になっちゃうんですよ、どうしても。でこれがね、なんつうの、いやいや
あのまずは一から勉強しようぜっていう練習しようぜっていうのが本当なんだけど、あのねプロレスじゃないんだけどね、まあなんていうのかな、まあステージには立てるからね、一応ね、うん、立てるからさ、それなんとか形にするしかないから、なんていうの、あの基本すっ飛ばして教えるしかないんですよ。それでどうしても形にするしかないから、じゃあそこは無理なので、じゃあパワーコードでなんとかごまかしましょうねとか、はしょりましょうねっていう風に教えるしかないんですよね。で、あの形はなんとかなるけど、ただ理解はできてないよねって話なんですよ。あ、今この音弾いてるんだよねって理解できて、でこのコードを崩して弾いてるんだよねっていう理解ができて演奏って我々はまあするじゃないですか。ちょっと難しい時って、うん、ここ無理だなっつってちょっとはしょろうかなみたいな感じで、でも自分で理解できてやるじゃないですか。だけど、当然その人は基本できてないから、今何の音弾いてるのかわからない状態で弾かなきゃいけないっていうことだよね。丸暗記なんだよね。で、まあ音楽ってさ、ちょっと感覚でできちゃう時あるから、それもいいんですよ。半分ぐらいはもうあれなんかよく分かってなくて弾けてますっていう人いっぱいいるから、僕もそういう時たまにありますから、うん、あれなんだっけこれみたいにね思いながら、で後から分析すると、あ、こういう音弾いてたんだなっていうのがね、っていうまあまああるからさ、いいんだけど、でもやっぱ基本はさ、一応できてない、分かってないとね、今何弾いてんのが0% の状態で弾くっていうのもなんだしね。だからその辺がね、難しいなと思うんだけど、今はね、わりかしね、そういう方もいるんですよね。まあ、昔からいるのかもしれないけど。で、ただね、これもね、前田兄さんがね、嘆いてるんだけど、まあでもね、時代なのかなっていうのもあるんですよね。まあ、いつの時代も基本は大事なんだけどさ。大事なんだけどさ。ただね、なんていうのかな、あんまり基本無視しちゃうと、あれですよね、まずその、変な形で、この、このホームがもう、覚えちゃう可能性もあるし、あと、音楽的に、このコードでこう言って、こう言って、こう転調してるんだなっていう音楽理論わからないと、先々苦労するんじゃないかとも思うし、あと作曲なんかするようになってもデタラメな曲しか作れないんじゃないかなって思うんで、デタラメな曲っていうのもちょっとなんだけど、音楽なんて誰かが聴いて刺激的でかっこよければなんだっていいけども、にしてもこれってひどいなって曲たまにあるじゃないですかまあこういうこと言うのもあれだけど、この転調デタラメだなみたいなのってたまにあるじゃないですか。すごいなこれって、どっからこういう発想してきたんだね。まあそれがかっこよければいいんだけども、自分にとってあんまりかっこよく聞こえないなっていうのもまあまああるんだけども、まあそれは人の感性だから、なんとも言えないけどもね。うん、でも、なんていうのかな。やっぱり理にかなった曲で、うわ、これは素晴らしいなって、やっぱりうなる曲ってやっぱりいっぱいあって、そういう曲とそうじゃない曲がね、人の感性だけどもさ、ね、ちょっとあるなと思ってね。で、その辺のね、すっ飛ばしちゃってね、どこまですっ飛ばしていいんだろうなって、僕もちょっと悩むときあるんですよね、人に教えるときにね。うん。これ、ちょっと全然わけ分かってないと思うけども、時間ないから、このまんま覚えてねって教えなきゃいけないんですよ。うん。で、はーいって、まあ、覚えるんだけどもさ、ね。その辺がね、まあ、前田兄さんがね、受け身も取れないでリング上がってね、ああ大丈夫かなって言ってるんだけどさ、うん、まあ、それとちょっと近いものはちょっと感じるときあります。だけども全部否定っていうのも時代だなって思ってね、それでまた新しい感性があるかもしれないからさ、まあプロレスの場合はちょっと危ないからね、確かにね、音楽危なくないからね、別に不協和音になっても危なくないんだけどさ、プロレスの場合危ないから ね、まあそんな話をね、うん、ちょっとプロレスと音楽絡めたんだっていうか、ああそう、同じこと同じだなと思って、それそうなんですよね。まあそんな話今日してみました。はい、また聞いてください。ありがとうございます。